誰もいないのか。ユキト君、おはよう。うわっ！おとなしか。な、何やってるんだよ、こんなところで。読書。こんな場所でか？うん。何の本だ？タコの心身問題についての本。タコの？どんな内容なんだよそれ。タコは中央の神経系の他に8本の腕に神経系を持っている。それぞれの足の神経回路はかなり高度な構造をしている。ある意味で分散型神経系とも言える彼らは、それぞれの腕は中央の脳から独立して動いている。人は脳という強力な中央神経系を持つ。だけれども彼らのような存在にとって、それぞれの手足は果たして単なる身体としての部位なのか、あるいはそれらの手足は同じ有機体でありながらも別々の意識を持つかもしれない。単一の身体とされながらも多くの意識を持っている可能性。そもそも単一であることとは、あるいは全ての意識であることとは。そんなことがタコの本に書いてあるの？いいえ、後半はただの感想。けれども人も個体としては一つの脳を有しているけれども、種として考えた場合はどうなのだろう。タコの分散型神経系と人間社会はどれほどの違いがあるのだろう。さすがにタコの体と人間社会は違うだろう。知ってる。分散型情報集合体と人間の社会的ネットワークは違う。人が他の動物と大きく異なるのは普通では考えられない。集団形成、それらは発話という形で共通したものを他の者たちにも見せるからこそできる。言葉は面白い。現実にあるものも現実以上のものも全てを語れる。そして現実以上のもの、目に見えないものも言葉によって多くの人間と共有できる。神を発明できる動物は人だけ。それよりも体育館には誰もいないが、この時間はいつも部活とかやってないか？みんな逃げたからじゃないかしら。逃げる？お前何か知ってるのか？知らないよ。たださ、ただなんとなくね。お前いつもそうやってフラフラしてるけど、なんでとっとと帰らないんだ？なんとなく。あとさっきおはようって言ってたけど、今は放課後だぞ。放課後？何を驚いているんだ？ユーモア。どこがだよ。ユキト君、なんだかピリピリしているから場を和ませようと思った。なんだよそれ。俺がそんなピリピリしているように見えたか？ピリピリ？なぜそこでまた驚く？ユーモア。ユーモアセンスゼロだな。ユーモアセンスゼロとは失敬。ゼロなのはユキト君の可能性もある。はぁ、あ、たっく。それでいつまでここにいる気だ？それは考えていない。考えろよ。つうか、たまには俺と帰るか？帰る？それはどこに？どこにって、お前の家にだろう。胎児に戻るのかと思った。いやいや、なんで参道戻らなきゃいけないんだよ。時間逆行してるだろう。時間逆行とは？いや、過去には遡れないだろうって話だ。そう、過去には遡れないんだ。当たり前だろ。当たり前。世界には過去という遡れない場所がある。そのことを当たり前という。なんだよ、全問答か？過去でなかったらどこに帰るの？そりゃ家だろ。家とは？自分が住んでいる場所だよ。ルル家。なんだそのルルって。お前の家ってそんな名前なのか？私にはそれほど関係ない場所。なんだ？だったら誰の家だよ。ユキト君が思う世界では
過去は遡れない場所。ユキト君が思う世界はどんな形なのか。時は流れて、過去は消えていく。そのようなイメージ？なんだよ。家の話は無視で、次は哲学問答的か？時間は今しかなく、過去も未来も存在しない。俺が現在主義とでも言いたいのか？そうなの？知らんわ。お前は永久主義か何かなのか？永久主義とは？この世界には過去も未来も今も同じように存在してるって考え方じゃないか？よく知らんけど。世界とは無数に続く現在の集合であり、ただしずれた物理配置をしている。人の脳はそれら無数の現在をつながりのようなものとして認識している。故に人にとって時とは流れるものである。よく知ってるじゃないか。永久主義ってそんな感じだろ。大体のことは思い出そうとすれば思い出せる。天才かお前。褒めているのならもっと褒めていい。嫌味混じりだよ。知ってるなら聞くなよ。でも思い出すよりも聞く方が嬉しい。嬉しいってなんだそりゃ。私は音なし綾菜であるから。答えになってねえよ。そうかもしれない。ただ知ることと教えてもらえることは違う。教えてもらえると単純に嬉しい。お前が知っていることを教えてる俺はバカみたいじゃねえかよ。そうではない。本当に私は嬉しい。そうとしか言い表すことができない。